めて練習はね、徹底的にやったから、はいはい、走り込んで、はいはい、いややっぱもう基本とやっぱそこなんですね、やっぱりだからもういつも、はい、こういう構え、はい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 、両手下ろし、はいはいはい、これは止まったことない、はあ、じゃあ基本は最初に教えてもらうんですか、まあ、それは分かる、いや、あの白帯とかちゃう、そうそう、はいはいはい、いつぐらいからそう手を落とすの、これ全国大会で量になってから、あ東京から帰ってきてから、あ、そうですか、東京に行く前は構えちょっと構えたら、なるほど、へえ、自然と構えない方が逆にいいんだろうっていうのが自分で身についたと、勝手にね、勝手に、はー、当時は先生の打ち回しとかあったんですか、ない、あ、打ち回しもあったな、あったんですか、だけどそれは使う人もなかった、あ、まあ前回しはあったけどね、ポイントには何人かだったんですか、なかなかやっぱり打ち回しはね、もう蹴るときに中入っておくから、ああ、なるほど、なるほど、よっぽど差があるんですよ、 あとは掴んだり投げたら OK じゃないですか、ね、OK、だから絡んだらもう投げちゃう、あ、そう、あ、だから蹴り出すのが危ないってことですね、そうそう、あ、逆に片足なので、大井先輩なんかもう蹴りなんか出したことない、だから前蹴りとかものすごい前蹴りしてたよ、はいはいはい、それで試合では出して、なるほど、なるほど、リスクはあるってことですね、あ、はあ、まあ、それも正解なんでしょうね、やっぱ当時だったら勝負だね、勝負だ、一方勝負だから投げたいとかっていう部分で、ああ、